俺の名前は門田虎徹、高校2年生。あら、お一人？あん。そして、人の机に堂々と尻を乗っけてきたこの失礼な女は、白金湊斗、俺の幼馴染。相変わらず寂しいやつ。何がだ？昼食よ。毎日毎日自分の机で一人で食べてさ、一緒に食べる友達もいないわけ？ん？何よ、じっと見て。別に。そう言いながら、毎日俺の机に腰掛けて飯食ってるお前は一体何なんだと言いたかっただけだよ。たまには誰かに声かけるぐらいしてみたら？一緒に昼ご飯食べようって。必要ない。声かけるのもめんどくさいし、そもそも誰かと一緒に昼飯食いたいとか思わないしな。そんなこと言ってたら、あんた一生友達も恋人もできないままよ。どっちもいらん。俺は一人が好きなんだ。ほんと、変わんないわね、あんたは。そういうお前は変わったな。はあ？前は俺にそんなこと言わなかったのに、急にどうした？高校になってからだよな。お前が何かと俺の人間関係に口出してくるようになったの。別にいいでしょ。幼馴染として人生のアドバイスをしてあげてるだけよ。人生ね。余計なお世話極まりないやつだ。別にそんなのいらねえよ、そもそも。ん？友達も恋人も一生できないって言うけど、俺にはお前がいるだろ。なんだよ。何を能天気なこと言ってるんだろうなって思っただけよ。たかが幼馴染ってだけの人間じゃ、一生あんたのそばにいるわけないでしょうに。今はそばにいるんだからそれでいいだろう。いなくなったらその時はその時だ。なんだよ、不服そうな顔して。不服だから不服そうな顔してんのよ。だから何に対してだ。意味のわからないやつだな。それでね、ゆうきのやつ、告白されて付き合うことにしたんだってさ。いいですね。ずっと気になってた相手から告白だなんて。ちょっと憧れる。休み時間、俺の目の前に女子4人が集まって楽しそうに話している。それは構わない。俺は興味のない話題だが、大いに盛り上がってくれていい。しかしだな、片思いが実は両思いだったってことか。羨ましいの。毎度毎度、当たり前のように俺の机に尻を乗せるんじゃねえ。落ち着いて本も読めんだろうが。あら、何？まさかあんたも恋バナに興味出てきた？出ねえよ。そんなこと言って、少しは気になるんじゃないの？まったく、これっぽっちも。ああ、そうですか。なんだその呆れた顔。別に仕方ないよ、みなと。門田は心が枯れてるから。ええ、涙とか流したことなさそうですもんね。むしろ人はなぜ涙を流すのかよく分かってなさそう。ふざけんなよ、こら。たかが恋バナに興味ないだけで人をターミネーター扱いするんじゃないよ。まったく、こんなやつの恋人になってくれる女がもしこの世にいるんだとしたら、その顔が見てみたいわよ。ねえ。何？いや別に、私は門田なら付き合ってもいいかなと。はあ？私もそうですね、門田くんなら全然。ちょっと！門田いいと思う、普通に。嘘でしょ！だって門田は運動神経いいし、見た目もそこそこじゃん。心は死んでるけど。頭もいいですよね。本もよく読まれてますし、心は死んでますけど。ちょっと冷めてる感じが私とは合いそう。私は心まで死んでないけど。ね、そもそも湊が気づいてないだけで、門田をひっそり狙ってる女子まあまあいるよ。これは意外だ。俺、何気に結構女子人気あったんだな。心は死んでるのに。いや待て、死んでない、死んでないぞ。勝手に死んでる前提で話を進めるな、おい。というわけだからさ、私、門田の恋人に立候補しようかな。門田、今フリーなんでしょ？どう？
私もぜひ、最初はお友達からでも構いませんので。うん、一回デートはしてみたい。待って、待ちなさい。何よ。こいつがそんなの乗っかるわけないでしょ。恋愛なんてこれっぽっちも興味ない男なのに。いや、別に全然ありというか、そういう機会があるなら俺はありがたいけど。え、確かに俺は恋愛に興味ないし、一人の方が好きだ。だけど経験したことのないものを花から毛嫌いするつもりもない。実際に付き合ってみて恋愛の良さに気づくってこともあるだろうからな。だからお試しでいいって言ってくれるなら俺は。じゃあん、私も立候補しとこかなって。なんで？なんでって何よ。だってもう3人も立候補してくれてるんだし、お前までわざわざ協力してくれようとしなくても大丈夫だろ。まあまあいいじゃないですか、門田さん。サンプルは大いに越したことはないですから。うん、それもそうか。じゃあ港もよろしくな。うん。そんなわけで、じゃあ4人が門田とそれぞれ1回ずつデートして、一番相性の良かった人が門田と付き合うってことでいいわね。あ、よろしく頼む。俺はこの4人とそれぞれ順番にデートをしていくことになった。よく考えたらこれ、港と一番相性良かったら港と付き合うってことになるのか。そういうことはおいおい考えればいいか。もともとただのお試しだし、絶対誰かと付き合わなきゃいけないわけでもないからな。さーて、まずは私からね。お試しデート1人目、足立綾瀬。港の友人3人の中でも最も恋愛慣れしてそうなやつで、実際付き合った人数も多いらしい。成績はそこそこだが、運動神経は抜群。高身長でスタイルが良く、見た目はどちらかというとキレイ系。クラスにおける男性人気もかなり高いんだとか。知らんけど。じゃあとりあえずご飯でも食べ行くか。そうね。あ、行く場所は決めてるの？一応。あ、でも足立に行きたいところがあるなら合わせるぞ。あら、ちゃんと準備はしてるのね。高ポイントだわ。ならそこにしましょうか。わかった。ならこっちだ。あ、ちょっと待って。ん？デートなんだもの、手ぐらいはつながないとね。別にいいけど。何よその顔。他の男子に見られたら血の涙流して嫉妬されるわよ。さいで。てか、手をつないで歩いたのなんていつぶりだろうな。結構美味しいじゃないこれ。そりゃよかった。割と食のセンスあるのね。感心したわ。ねえ、門田くんの食べてる方も一口くれない？いいけど。はい。なんなん。ね、はい。あんして。やだ。やだって何よ。だってめんどくさいし。そのめんどくささを楽しむのがデートってもんよ。そうなん。ほら、いいから早く口に入れて。あーん。わかったよ。ありがとう。ちょっと照れるわね。足立がやれって言ったんだろ。そうよ。恋人っていうのはね、こういうスキンシップや駆け引きを通じてドキドキするのがいいのよ。あー。お試しデート2人目、次は私の番ですね。あー、よろしく。世田谷さくら。クラス委員を務める彼女は学校の成績も良く、先生からの信頼も厚い。男女ともに人気が高く、友人も多いんだとか。知らんけど。今日のデートのために私、いろいろとプランを考えてきたんです。そうなのか。わざわざ悪いな、ありがとう。いえいえ、こういうのって考えるだけでも楽しいですから。さあ行きましょう。実はですね、お弁当を作ってきました。おお、すごい、めちゃくちゃ凝ってるな。ええー、まあこれを作るために今日は朝の5時に起きましたからね。そんなに早く。かなり大変だったんじゃないか。そりゃ大変は大変でしたけど、でも付き合うってこう、相手のために尽くす時間も楽しかったりするじゃないですか。
だから全然嫌とかじゃなかったですよ。相手のために尽くすのが楽しいか。母さんも最初は楽しかったのかな。お試しデート3人目。3人目は私。板橋時は物静かであまり目立たないが、実はかなり隠れファンが多い彼女。ゲームやアニメが趣味で、特にそういう趣味を持つ男性からの支持を集めているらしい。知らんけど。ちなみに門田って普段ゲームとかってやる？あ、まあ割とやるかな。例えば？あー、格ゲーとかは結構やり込んでたけど。よし、じゃあゲーセンに行こう。格ゲーは私も得意。おお、わかった。おお、うまいね。まあこのゲームはそこそこやり込んでるからな。他にはどんなゲームやる？私が好きそうなジャンルなら覚えたい。あー、そんなにないけど、むしろ板橋は普段どんなゲームやってるんだ？私はいろいろ、最近はネットゲームやることが多いかな。ネットゲームか。門田も一緒に始めてくれればいいのに。ジャンルによるかな。俺も結構好みあるし。それなら門田が何かゲーム始めてくれるなら、私も新しく一緒に始めるとかでもいい。別にそこまでして俺に合わせなくても。だって恋人だったら同じ趣味の方が一緒にいて楽しいでしょ。ああ、あれ、お父さんがアニメ見るなんて珍しいね。なんか最近ママがハマってるみたいだからさ、俺も見とこうかなって思ってな。父さんも少しでも母さんと共通の話題が欲しかったんだろうな。さあ、今日はありがとう。気をつけてな。うん、おやすみ。やっぱり俺には恋人なんて向いてないのかもしれない。3人の誰とデートしていても一人でいた方が気楽だなってそう思ってしまった。よく言われる言葉でこういうものがある。人というのは2人揃えば喜びは2倍で悲しみは半分になるんだと。ならなくていい。喜びも悲しみもありのまま一つでいいよ。受け止めきれない喜びは負担なだけで、本来自分に降りかからないはずだった悲しみを半分背負うのは辛いだけ。だいぶこじらせてんな俺。自分で自分が嫌になるよ、ほんと。ただいま。おう、おかえり。あれ、父さん来てたんだ。うん、ちょっと仕事が早めに終わったからな。たまにはお前の顔見ておこうと思って。たまにはってなんだかんだ週に1回は来てるじゃねえか。はっはっは。まあいいだろう、父親なんだし。言っとくけど泊まってはいかないでね。洗濯物が増えて面倒なんだから。こっちはなんだ、冷てえやつ。ふん、家にあげてもらえるだけありがたく思いなさい。おい小鉄よ、旦那にこんなことを言う母親をどう思う。元な、今は他人だろ。おいねえねえ、父親を他人とか言う息子をどう思う。まあ親権は私だし。冷たい、冷たすぎるぞお前ら。冷たいか。でもそれが心地いいんだろ。父さんも母さんも心地いいから離婚したんだろ。二人ともこの距離感が、お互いがお互い干渉しすぎないこの距離感がちょうどいいから。だから今は二人とも離婚したくせに、結婚前よりもむしろ随分と仲がいいんだ。そう考えるとやっぱり結婚なんてしない方がいいんじゃないかって思う。だけど。そういえばあんたは再婚とかしないの？ああ、なんだよ急に。だって私と違って子供もいないんだし、いくらでも恋愛する時間があるでしょ。バカ言え。親権はなくても鋼鉄はれっきとした俺の子供だ。こいつが成人するまで恋愛にうつつを抜かしてる暇はないね。うん、あっそ。それに、うん、再婚するなら俺の相手は一人しかいないしな。あんたも懲りないわね。はっはっは。あ、ま、人ってのは痛みを簡単に忘れちまう生き物だからな。それでも
一度は互いを本気で好きになって、俺を産んでくれたこの二人の関係性とその歴史を時折羨ましく感じてしまうのも事実なんだ。ありゃダメね、完全に枯れてるですね。うん、何よ、あんたら結局全然手応えなかったわけ？見事にね。手をつないでも何しても全く動じる素振りなかったし、門田のやつは？何勝手に手をつないでんのよ、ぶっ飛ばすわよ。おお、怖い。私も手作り弁当持って行ったりとかいろいろ頑張りましたけど、反応は芳しくなく。誰の許可を得てあいつに手料理なんか食わせてんのよ。ねえ私はちなみに一緒にゲームしただけ。さすがトッキー、空気の読める子。ご褒美に私のハンバーグ一切れあげるわ。いらない。まあ、ミナトがずーっとあいつに片思いしてたのは知ってたからさ、即興であのババをお試しデートなんて提案してみたけど、正直ん？ミナトがそこまで入れあげるような相手じゃないっていうか、悪いやつじゃないとは思うけど、ちょっとね。そうですね、私も綾瀬さんに賛成です。そこまであの人にこだわらなくてもいいんじゃないかと。ちょっと二人とも外野のくせにその意見は通しすぎ。外野とは何よ、私はこれでも湊のことを思って。うん、ありがとう。でも大丈夫、私の気持ちは変わらない。そうですか、すみません、その出過ぎた発言を。いいよ、気にしないで。そうだって分かってたし。何泣いてんの？別に言いたくなきゃいいけどさ。友達、友達が全然できなくて。ああ、君地方から転校したばっかりだもんね。そうだから一生懸命こっちの人の趣味とか空気感に必死で合わせようとしてるのに全然うまくいかなくて、なんとなく仲間外れで、帰りもみんなは友達と帰るのに私は一人で。ん？俺も一人だけど。え？別によくねえか、たかが友達作るためにそんなに頑張らなくても。他人との絆のために必死になって自分に辛い思いをさせるより、まず自分に楽をさせた方がいいと思うぞ。なあ、何？もう帰るんだろ？なら早く行こうぜ。帰り道どこまで一緒かは分かんないけどさ。あいつの本当の良さが分かる人間なんて私くらいしかいないんだろうなって。おう、お試しデート4人目。一応デートって名目だけど、いつも通りって感じだな。そりゃそうでしょ、何十回一緒に遊んでると思ってんのよ、私とあんた。白金湊、俺の幼馴染。勉強もスポーツもそこそこ、これといった特技があるわけでもなく多趣味でもない。見た目はそれなりに美人だが、クラスで注目を集めるほどのビジュアルでもない。平凡で平坦で平均で、だからこそ平常でいられる相手。で、どこ行くとか決めてるのか？決めてない。そっちは？決めてない。あんた私とのデートを何だと思ってんのよ、ぶっ飛ばすわよ。どの口が言ってんだこら。結局いつものファミレスか。何よ、文句あんの？いや、まったく。あれ、ミックスグリルな。はあ、相変わらずそればっか。たまには他の頼みなさいよ。食べたいもの全部詰まってるミックスグリル一つあれば他のメニューなんざ必要ないね。あっそ、私カルボナーラね。知ってる、もう頼んだ。もう思いっきりな。やっぱペペロンチーノにするわ。なんだとこら。あ、この服いいかも。高くね？うっさいわね、見るだけならトドでしょうが。まあそれもそうだけど、俺もそろそろ冬服買っといた方がいいかな。
そう？じゃあ私も自分の服もう少し見るから30分後に集合にしない？いいね。じゃ後ほど。はいはい。日が落ちるのもずいぶん早くなったわね。だな。そろそろ帰ろっか。明日も学校だし。うん。なあ。ん？もし俺が4人の中でお前を選んだら、お前は俺と付き合うのか？付き合うけど。本当に？何よ本当にって。嘘言ってもしょうがないでしょ。だってどう考えても俺と付き合ったって面白くないだろ。俺はお前をドキドキさせられない。お前のために尽くすこともできない。お前と同じ趣味を共有することもできない。手をつなぐわけでもなく、素敵なデートプランを考えてきたわけでもなく、一緒に服を選んで楽しんだわけでもない。一人と一人がただ同じ空間にたまたまいただけの、そんなデートだった。だから何よ。私別にそんなこと求めてないけど。え？別に私のために何かしなくてもいいわ。自分の機嫌は自分で取るもの。でもそれじゃ付き合ってる意味ないんじゃ。俺は知ってる。人と付き合うということは、人と愛し合うということは、自分の体と心を削って相手に献上する行為を伴うものだと。両親を見てそう学んだ。なのに。はぁ、分かってないわね。え？私はね、私を一番大事にしてくれる人と付き合うより、私が私を一番大事にできる人と付き合いたいの。その点あんたは合格ってだけ。私が一番ありのままでいられる相手だからね。そっか。っていうか私に聞いたならあんたも答えなさいよ。ま、あんたは私と付き合えたらいいなって思うの？恋人いらないって思ってんでしょ？そうだな。恋人はいらない、ずっと思ってた。実際他の3人と一緒に出かけてる時は退屈だったよ。退屈だったし、むしろ苦痛だった。一人でいた方が楽だと思った。失礼なやつ。ああ、全くだよな。でもさ、だから分かったんだ。ん？そういえば俺、お前といる時は一度たりとも苦痛を感じたことはなかったなって。まあそりゃ幼なじみだしね。そうだな。だから俺、もしかしたらお前のこと好きなのかもしれない。やるじゃない。え、何が？ドキドキさせられてるって言ってんのよ、あんたに。おまけで付き合うことになったと。まあね。おめでとうございます。よかったわね。何よ、応援してくれた割には微妙に祝福モードじゃないわね。だってねえ、私たちには一切なびいてくれなかったのに。まさかあんたたち。ちょっとこっち向きなさいよねえ。大丈夫、私はちゃんと祝福してるから。さすがトッキー、空気の読める子。ご褒美に私の千切りキャベツ全部あげる。いらない。二人が何か策略しても私は応援するから。さすがトッキー、私のミニトマトも大サービスであげる。いらない。